はい、今日の日付は12月24日、2018年です。クリスマスイブスペシャルになってしまいましたが、ですね、先ほど、第1部って、第2部構成になると私知らなかったんで、第1部はアトランティアンカウンセル様による、エナジートランスファーリセット2018年っていう、なぜかこのままやりなさいと半分ですとで後半第2部がありますということで後半と終わりの5分ぐらい前にってこのままやるんですかそれでダメですかという曲を教えてみて頑張りますということで、はい、第2部ですが、はい、ですね、もうこのまま行っちゃいます。で、まずは姿勢を正しで呼吸も調整し、可能な限り自分の縦の軸に位置づけてくださいと。すでに感情的な反応が起き始めている方は、あまりこうそこにしがみつかない方がいいですね。泣きたかったら泣いてください。わめくってことはないと思いますけど、ハートのところの上部の胸椎上部ですね。ところで気管支的なところも入ってるかもしれませんが、ちょっと苦しい感じがする方は、そこも伸ばし、はい、そこどん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 縦軸、今の軸に戻せと。で、第7チャクラ、第7チャクラですね、百栄の部分で、これ気持ちいい感じがする方は、とにかくどん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 縦軸に戻し続けろと。今ハートの上部のところで最高潮っていうかクリアリングがクッキングの手前が始まってますが、そこでこうプレッシャーに思わずよりほどき落ち着きをこう取り戻すように、で呼吸と一緒に、はい、いらないもの、はい、今まで溜めてきたものだーっと吐き出しますと。何かわかんなくてもいいです。多分漠然としてると思うので。今まで溜めてきたものを、はい、どん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 出ていきなさいと。そこで詰まってるものですね。そこで使えちゃったもの、詰まってるか、使えてしまった過去形のものを、はい、どん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 溶けて、はい、どん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 まとまりなさいと。流れなさいと。軸にどん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 戻ってリセットされなさいと。はい、1、4、3、2、1の縦フィラメントを意識して、はい、今もうかなりまとまってる状態なので、はい、どん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 もう一遍密度を上げなさい、発酵しなさいと。エミッションをゆっくり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 続けなさい。もう一遍バックアップしなさいと。で、肩の力は落とし、首の周辺もどんどんほどき、はい、1、2、3、4、5、6、7までの縦フィラメントを、はい、どんどんまっすぐに戻せと、軸を揃えなさいと。後頭部で反応が出てる方は、後頭部が何だか後ろに出てる感じとかになるかもしれませんが、はい、どん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 縦軸に戻れと、きれいにまっすぐに伸びなさいと。第7の外輪のところでこう軽くなる感じ、位置が薄くなる感じとかになるかもしれませんが、もう気にせずに、とにかく縦軸に戻り続けろと、まとまり続けろと。ハートの上部の縦のところでこうぐーっと反応が出る方、痛い、人によっては痛いかもしれないですね、これね。はい、起き始めてる方は、もうラッキーって言っちゃう。はい、どんどんそこも整理整頓して、はい、溶かし続けなさいと、まとめ続けなさいと。酸の周辺がより活性化されて、そこで痛い、冷たい、熱い感じが出てきてる方は、はい、もうどんどんまとまりなさいと、そこもどんどん調整しなさいと、リセット続けなさいと。
人によっては下腹ですね、1と2の間の縦軸のところで違和感が出てくるかもしれません。はい、そこもどんどんリセットを続けなさいと。そこでも溜まってるもの、とどまってるもの、どん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 初期化を続けなさいと。もう手放せと、そこで蓄えてるものというか、固まっちゃったものを、はい、どん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 手放せと、燃やせと、はい、いりませんと、はい、もうそこにもういらないです、来年から的に。はい、ハートのところで、またちょっと苦しいのが出てきてる方は、はい、そこも全く同じです。はい、そこで固まっちゃってるもの、固まっちゃってたものを、はい、いらないですと、はい、どん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 クリアリングして、はい、手放しますと、もういりませんと、出てってください。出てってくださいっていうのではないか。姿を変えてくださいと。トランスファーし、トランスフォーメーションしなさいと。はい、そこで胸のところで反応してる方はラッキーと。じゃあ、はい、どんどんトランスフォーメーションしようと。リサイクルというか、還元ですよね。日本語で言っちゃうと。はい、日本でも還元し続けなさいと。循環をどん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 循環し続けなさいと。で、胸のところがぐーっと苦しくなる方は、もうそこで反応してるので、はい、そこにあるものをどんどん還元しろと。で、まあ、エネルギー源に変えなさいと。で、呼吸をし続け、ゆっくりと脱力し続け、多分ボディ全体がもう一遍緊張している状態に戻りやすくなると思います。リアクションが起きているところは。で、リアクションが起きているところ、反応が起きているところ、はい、どんどん緩めて、はい、起きているところ、どんどんもう還元し続けなさいと、トランスフォーメーションし続けなさいと、トランスファーし続けなさいと、リセットし続けなさいと、はい、縦軸に座ったまま、縦軸にちゃんと入っているまま、リセットを続けろ、循環を続けろ、還元し続けろと。燃やし続けなさい、溶かし続けなさい。で、ハートのところは縦にまとまっていく感じを、まあ、意識するなり、インテンションになるなり、とにかくこのまとまれと、軸に戻り続けろと。で、そこのその反応が変わっていくのを客観的に達観しているところが、とにかくそこで縮めない。その縮めてる状態から離れて、はい、開き、整い、背筋を伸ばし。で、待ってたらゆっくりゆっくりとその動き始めるはず。背中の胸椎3、4ぐらいのところでこう、ささくれ感っていうんですかね。なんとなくこう、ささくれてる感じ、薄い感じがある方は、あそこに意識を通して、はい、ここでまだ、こういう反応出てますと。はい、そこもどんどんどんインテグレーションが統合を始めてください。始めなさいと。まとめ始めなさいと。で、3、4、特に背面ですね。背面、3、4のピュアメント、背面のところ、ガーッととにかくもう、はい、エミッション始めなさいと。はい、そこの状態リセットし続けなさいと。まとめ続けなさいと。形、再生し続けなさいと。再構築し続けなさいと。胃のところで、ちょっと胃が痛い的な反応が出てる方は、はい、そこに意識を通して、はい、ここで反応が起きてます。はい、そこもどん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 、エナジー、もうなんていうか、トランスフュージョンって言ってるね。エナジートランスフュージョンしなさいと。まあ、入れ替え、日本語でちょっとトランスフュージョン入れ替えるって言ってるんですけど、はい、入れ替えなさいと。入れ替えてまとめなさいと、どん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 入れ替え続けなさいと、リセットし続けてトランスフュージョンし続けなさいと。
で、ゆっくりゆっくりと胴体のところが丸太っぽくなるというか、こう、太くなるような感じが始まってる方は、はい、ラッキーというか、はい、そのままどんどん進めなさいと。トランスフュージョンと、まあ、充電と入れ替えね、あとは、インテグレーション、統合と、充電、トランスファーで、インサーションなんていうか、充電。充電ガン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 進めて、どんどんまとめ続けなさいと。はい、どう、今3のところですよ。3と4の間がちょっと微妙ですが、はい、3と4の間もどんどんまとめ続けなさいと。統合続けなさいと。で、3の周辺、胃の周辺ですね。胃の外側、周りとかでこう違和感が出てきてる方は、はい、そこ意識を通して、はい、ここでリアクションが起きてます。はい、そこで、ぐーっとボディがこう沈まないようにぐっと上げたまま。で、まっすぐにし、ちょっとお腹をちょっと内側にこう気持ち引っ込める的に、はい、まっすぐに揃えて、で、また別のところで緊張感とかいうのはちょっと痛い感じが出てくるかもしれませんが、はい、そこも、はい、どん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 整えなさいと。胃の周辺、第三チャクラと太陽神経その周辺ですね。どん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 もうインテグレーション、トランスフュージョン、フュージョンどん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 進めなさい。で、ほどき、ゆるめ。肩が緊張しない、肩もほどき、ゆるめ。はい、ライトボディの上部3分の1から真ん中半分ぐらいまでなんとか全部意識して次のアトランティアの波動が入っています。はい、体の外回りがこう涼しくの飛び方が通的な感じになるかもしれませんが、落ち着いて、はい、ゆっくりゆっくりと、はい、アトランティアンシードの波動をゆっくりゆっくりアクティベートしてください。人によっては頭の中心、縦軸のその、クリスタルトランスファーのところで反応が起きるかもしれませんが、はい、クリスタルトランスファーのところをイメージして、はい、七型クリスタルトランスファー、はい、どんどん真ん中に戻りなさいと。で、鼻筋のところとかでも反応が出てくるかもしれません。はい、頭のその、はい、縦の、はい、クリスタルトランスファー、ぐーっと真ん中に戻ってきなさいと。戻り続けなさいと。歯とかで反応出るかもしれませんね。右側の、視神経とかで反応出るかもしれませんが。はい。より、はい。頭の中のトランスファー、クリスタル、どん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 真ん中に戻り続けなさいと。人によっては、なんか回転し始めるように感覚が来るかもしれないです。それ大丈夫です。頭のオーラ、ライトボディ上部の、はい、アトランティアン波動に地球を当てて、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり増えなさいと。ゆっくりゆっくりエミッションを強くして、密度をゆっくりゆっくり上げ続けなさいと。で、クリアリングの体全体のクリアリング感覚がじわ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 ちょっと強くなるかもしれませんが、気にせずに、はい、クリアリングどん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 進めてくださいと。でオーラの外側のガイディングの外側の枠のところから、はい、内側の中心のコアのピラメントを向けて、はい、アトランティアン波動、シードの波動がゆっくりゆっくりゆっくりこう近づいてきますと、密度が高い状態で、薄い状態ではなくて、高い状態で、ゆっくりゆっくりゆっくり縦軸のコアの芯のところに向かって、ゆっくりゆっくりゆっくり近
近づいてきますと増え続けながら、ブーダの、増殖しながら、ゆっくり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 縦軸のところへ向かって移動が始まります。人によっては右半分と左半分で状態が違うように感じるかもしれませんが、はい、浅い方を密度の高い方に合わせなさいと。右側が薄い方が多いと思います、はい、左側の方がこうもっと光って見えると、で右側はうーんみたいな感じの方は、はい、左側に合わせなさいと。最も強いところにどんどん合わせて金と同じように揃え続けなさいと。で肩のところで緊張が、肩甲骨のところで反応が出始めるかもしれませんが、はい、反応が出てきたら、はい、より脱力し、はい、背筋もまっすぐに維持し続け、お腹も、まあ、下腹が前に出ないように一緒にグッと引っ張ったまま、横隔膜のところの感覚が変わってくると思うんです。おへそのところの筋肉をぐーっと内側、より内側よりちょっと下向き、ちょっとやや下向きに、おへその下、ちょっと下をお尻の肛門のところにぐーっと引っ張る感じで引き下ろし、で、はい、腰椎、胸椎、腰椎と仙骨もまっすぐに、ちょっとぐっと力を入れてるぐらいでちょうどいいかもしれないですね。こう緩めない方がいいです。縦にした、縦軸垂直にしたまま。ちょっと頭が痛くなる方いるかもしれません。頭は頭痛が起きても大丈夫、反応するぐらいなんで。はい、縦軸に揃いなさい。100円のところからぐーっと中に波動が降りてくる感じが始まる方いるかもしれませんが、大丈夫です。そのままゆっくりと縦軸のフィラメントに沿ってゆっくり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 ダウンダウンドって降りてきなさいと。でボディが別のまとまり方、一遍崩れて別のまとまり方から始まってるので、どん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 まとめ続けなさいと、インテグレーションを始めなさいと、はい、縦軸の今の軸に全てを引っ張り戻せと、ハートのところをとにかくこの軸にまっすぐに垂直に、人によっては縦のフィラメントがこう揺れるような感じ、ちょっと軽くウェーブのような動きになるような感じの方がいるかもしれませんが、大丈夫です。今液状化が始まっているわけではないです。リキッドライトに変わり始めているわけではない。で、どん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 密度を上げなさい。でハートの周辺で焼ける感じ、ジリジリする感じがする方は大丈夫です。そこで処理を行われている。はい、どん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 燃やしなさいと、溶かしなさいと、処理を続けなさいと。で手放しちゃう、任せちゃう。で緊張をとにかくもうほどき続ける、緩め続ける。鎖骨の片側辺ですね、肩関節側とかでも反応が起きられているかもしれませんが、はい、筋肉せずに。ハートの背面、胸骨4、5、6のところでこう違和感、ささくれ感が出てる方、はい、どん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 整えなさいと。よりクリアリングの感覚が強くなると思います。寒い感じがしたら、それは大丈夫です。はい、どん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 処理しなさいと。
両脇ですね、リンパの両脇リンパーンとかがぐーっと反応し始めるかもしれませんが、物理的な反応なので、はい、そこもどんどんエネルギー通しなさいと、まとめ続けなさいと、はい、ですね、首筋上部後ろのマザーボードのところに意識を当てて、はい、そこにもう一度、はい、レムリアンシード、レムリアングリーンをどん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 注ぎなさいと、内側から縦のピラミッド、はい、マザーボードの縦ピラメントの中心から、レムリアングリーンの波動が光り始めますと。で、マザーボード全体に、はい、レムリアングリーン の, あのエネルギーがゆっくりゆっくりゆっくりこう染み渡り、じわ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 光、エミッションを発光し始めますと。感情的なエネルギーがカサーと上がってくるかもしれませんが、もう気にせずスルーさせてください。もう手放します。通り、はい、通っていくところ出ていってください。通りに行ってください。上がっていってください。3と4の間の反応で、エネルギーのエネルギー化というか、リキッド化がどんどん進んでいきますが、はい、はい、どんどんゆっくりゆっくり密度を上げなさいと。で、胸椎、下部の背面のところをどんどん柔らかくしなさいと。ちょっと背骨を動かしてみて、右にやったり左にやったり前にやったり回したりしてみて、硬いところ、痛いところ、まだ残ってる方は、はい、そこをどん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 処理しなさい、埋めなさいと、パッチワークします。パッチしかない、まとめなさいと。このささくれ状態をこう潤っている状態に戻し進めてなさいと。で、ちょっと苦し、背骨の背骨の部分間っていうんですかね、背骨で苦しい感じが出てくる方は、はい、そこに意識を通して、はい、ここにまだ抱えてます、残ってます。脱力し続け、伸ばし続け、落とし続け、はい、そこもどん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 エネルギー通し続けなさいと。左胸の胸筋ですね、もしかしたら乳頭のところとかでも反応が出る方いるかもしれませんが、はい、反応が起きているところをどんどんエネルギーを落として、注ぎ込んで、どんどん調整しなさいと。もうそこに今の、なだめなさいと、ヒーリングしなさいと、ブレーンしてヒーリングしてこう整えて、まあ、満たされている状態に戻しなさいと。幸せな状態から満たされて幸せな状態にどん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 戻しなさいと。はい。頭の中心、左耳の後ろとかでこう違和感が出てる方、歪みが分かり始めてる方は、はい、どんどんそこにもエネルギー注ぎ込みなさいと。どんどん作って作ってエネルギー作って膨らませること、どんどん幸せな状態に戻しなさいと。鼻の高さのところにちょっと内側とかで反応が出ている方は大丈夫です、はい、そこもどんどん調整し続けなさい、クリアリング続けなさいと。いらないものをどんどん流し続けなさい。ちょっと待ってください、ね、ちょっとこう説明するのが難しいですね、はい、まず頭の中の肘型トランス、
トランスミッタークリスタルですね。先ほど出てきました、前で。はい、トランスミッタークリスタルを意識して、はい、頭の真ん中にどん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 揃い続けなさいと。あと、第一部とは違った感じで見えるはずです。もっと透明な感じっていうか、こう、クリアな感じっていうか、なんかこう、透き通って見えるかもしれませんが、濁ってる状態にではなく。で、はい、そこの、その、七型クリスタルトランスミッターの外枠を意識して、なんとなく立体的に見えないと思います。結構なんかそこだけこう、なんていうの、器があるような感じ。はい、このトランスミッタークリスタルの器のところに、額の縦のエネルギーの通りを、あそこのその通路を通って、額の中心から縦に鼻のところのところを通って中心側に、あ、そういうことですか、わかりました。下垂体というものがあるんですが、あの英語で言うとピトピアリグランドというのが消化体の反対側ですね、前側にある。消化体と下垂体とこれは2つで1個のものなんで、例えば1個っていうか双子みたいなものなんで、はい、下垂体漠然と分かって、漠然と下垂体と思ってて構いません。あの鼻のちょっと奥側にあるっていうか、額の中心から下垂体を通って、下垂体からトランスファークリスタルのところに、はい、アトランティアンシードの波動がゆっくりゆっくりそれを注ぎ込まれますと。額、鼻筋上部、鼻筋中部から内側に向けて反応が出ている方は、より、脱力心、で、そのプレッシャーとかをちょっと居心地悪いかもしれないけど、気にせずするし、で、第3の上、目の上の方とかでぐーっと立体感が出てくるかもしれませんが、はい、とにかくエネルギー的にどん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 トランスファークリスタルのことに動きなさいと。トランスファークリスタルの容器のそのスペースの中にどん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 入りなさいと。ハートのところでちょっとね、こうガーッと圧が高くなってる方は反応がいいっていうか、反応してるのでちゃんと、はい、どん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 、トランスファークリスタルの中に、アトランティアン波動をどん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 注ぎ込みなさい。で、そのまま縦軸に入ったまま、人によってはトランスファークリスタルが例えばビーッと振動し始める感じとか、揺れる感じとか、定常的に入ってますが、感覚的に入っているかもしれませんが大丈夫です。はい、どん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 そこにもうインフュージョン続けなさいと、どん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 流し込み続けなさいと。はい、でそのトランスピール、このトランス、トランスミッタークリスタル、はい、真ん中の縦の軸に位置させ続けると、ブレずに縦軸に沿ったまま、はい、充電続けなさいと。はい、胴体が再び丸太なこう立体になる、こうどんどん分厚くなるような感じがあるかもしれませんが、まあ、大丈夫です。そのままどんどんどんと、状態を高めなさいと、どんどんクオリティ上げなさいと。後頭部ですね、小脳の外側とかで反応が起きている方、もしくは左首筋上部、耳の後ろのところ、後ろでこうの左側のところでぐるっと反応が起きている方は大
まあまあよりこう同期そこのテンションとかそこでこう溜まってるものというか固まってるもの、はい、固めてるものをどん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 柔らかくしておかしなさがあると人によっては両肘の周辺でも変化が起きるかもしれません。こんなこと言っちゃっていいんですか言っちゃっていいんですか。まあいいや、クリスマスなので、クリスマスなので、ですね、上空に、自分の上空、位置的、高さ的には、これは別に実質的な上空ではなくて、頭の中の上空。光のまとまりが出てくると思います。で光のまとまりと光がだーっとこう明るくなるときの映像的にはそこがこう何て言うんだろう、こうゆっくりゆっくり光り始め、ダイヤモンドっぽく光り始め、どん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 これが広がり始め、その中に人の形が見え始めると思います。でその人の形を見ながら、はい、どん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 こんなこと言っちゃってるんですかね。クリスマスだからいいか。はい、キリストコンセプトですね。キリスト意識ですね、はい。キリスト意識にどん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 意識を合わせ、人によっては宗教絵画的なイメージで入ってくるかもしれませんが、多分それは単純にそういうふうに翻訳されてるだけなんで、エネルギー的にそのバイブ的に見えるイメージよりもそのキリストコンセプトですっていうところを漠然と意識した方がいいかもしれないですね。はい、はい、そのキリスト意識のところ、光のところにこう同調が始まりますと、頭の中の上の空間の白いその光っていうのがゆっくりゆっくり自分の方にこうはしごが降りてくる感じみたいな。光のはしごっていうか滝の滝っていうのもいいのか。光の筋みたいな。筋っていうのが変化。キリスト意識の波動がゆっくりゆっくりと降りてきますと。で、額、だから頭の上半分のところにガーッと降りてきますと。人によっては腰とかに反応するかもしれないですね。腰の外側は。いやいや、アイスブルーみたいな波動とかも入ってくるかもしれませんが、基本的には純白に近い感じですけど、時々こう、七色、オーロラ的にフラッシュするみたいな、でもやっぱりクリスピーな感じですよね。強い感じって言われて、時々バーって言ってくる、こんなの中国地だと思いますから、ゆっくりゆっくり多分強く。人によってはその光の道筋の中に強い光の筋っていうか七色っぽいダイヤモンドに近い光の筋みたいなのが時々出てきたりするかもしれませんけど、とにかく気にせずに、はい、頭の中の上空にあるキリスト意識の波動エネルギーとかに同調し続け、で額のところから頭の中の中心のところに入り、ゆっくり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 入ってきますと、人によっては臀部、お尻のところですね、ここでクリアリングが強く始まるかもしれないです。で、首筋上部で反応がまだ残っている方は、より歩道筋、鎖骨とか反応硬いところですね。まだ残っているところ。はい。で、背骨もちょっと運動して動かしてみて、きしむところ、痛いところに、はい、どんどんどん、あと、届けなさい。ハートの裏側とか、
腰椎、胸椎の接続のこととか、胸椎、頸椎の接続のこととか、部分、パーツの接続部分ですよね。はい、ここと、はい、左の腰の方の背面とかでも反応できるかもしれません。はい、とにかくもう、はい、ゆっくりと落ち着いたまま、はい、縦軸に揃えたまま、はい、ゆっくりゆっくりスムーズに、どん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 注ぎ込み続けなさい。ゆっくりゆっくりゆっくり注ぎ込み続けなさい。とか、一気に行かない方がいいみたいですね。ゆっくり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 で、はい、縦軸フィラメント、1、2、3、4、5、6、7、8、9ぐらいまで意識した方がいいか。その7の上に8、9 の、 フィラメントがありますと。で1の下にももう1個ぐらいフィラメントがありますけど、伸ばして、漠然としてたかもしれません。1、2、3、4、5、6、7、プラス7の上2つ分、はい、1の下1、1つ分ぐらいのフィラメントを意識して、はい、このフィラメントに、はい、キリスト意識の波動をゆっくりゆっくりゆっくり同調させなさいと。人によっては天使とかも見えるかもしれないですよね。アーキエンジェルだったら小さい天使とか、子供のような存在というんですか、飛んでるとか浮かんでるというんですか、羽根は生えてるような感じの感じですかね。まあ、もしかしたら羽根も生えてるかもしれないけど、でもどの道そういうふうに翻訳されるだけなので、既存の概念的なイメージに沿って作られちゃうだけだから、それよりも、存在感とか、エネルギーとか波動とかにフォーカスをした方がいいと思います。見えるのは翻訳されるイメージだけではなくて。ですね、お手手マークが見えてますけど、右手を、手のひらを揃えて、手のひらで指を揃え、親指の先端が中指の付け根のところに来るぐらい。で、手のひらは前向き、自分の前側で、腕を、肩幅、肩の位置に揃え、で手を上に上げずに肘は曲げたままで、手のひらは前向きに打って、左手はどうするんですか？左手はカップ状で、はい、横隔膜の並びのちょっと左側。縦半分の軸が、小指と手の脇の、なんていうの、小指が始まってる関節のところで、根元のところが横隔膜の中心よりちょっと気持ち左だ。でそこで横隔膜左側の一体が反応が変わるはずです。そこでぐっと重たくなる人いるかもしれません。ぐっとそこでこう、ストレスが出てくるかもしれません。その状態でしばらく待っていてください。人によっては、これは、経絡っちゃ経絡だけど、もっとその奥の、その部分の重さっていうか、ヘビーな感じのところがこうゆっくり変わっていく感じが始まると思うんですが、なんかどん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 そこ調整してくださいと。で、呼吸を吐くときに、はい、いらないもの、そこにあるもの、いらない、どん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 出てきますと。
人によってはこの、キリスト的なイメージですよね。翻訳されてるイメージがこう降りてくる感じ。もしくは、自分の後ろの方にぐーっとこう入りながら降りてくるような感じに見えるかというか、気にせずに、自分で作らずに、とにかくこう眺め続ける。首筋、上部、背面を意識して、首筋上部の右と左にがこう凝る位置がありますよね。ぐーっと肩が痛くなるところ。そこの2つのポイントを意識してください。イメージ的にはそこにキリストの手がピッとポイントにこうタッチされてる感じ。はい、頭の中で、はい、彼がその首筋上部 の, この, あの付け根の凝るところの2つのポイントに右手と左手をピッと触ってますと、指先が触ってますと、で彼の額が自分の額の上部のところが自分の小脳ですね、後ろでこのこう出っ張ってるところにピッと引っついてます、接続されてますと。で、しばらくその、なんていうか、イメージっていうか、その光景をちょっと眺め続けてください。首の縦のところで反応があります。キリスト意識のベースって、キリスト意識のベースっていうのは基本的にはクリシュナのアバターみたいなもんですよね、これね。クリシュナが重なってきてますけど、クリシュナのところもキリストのそのエネルギー体というかエネルギーというか、密度というか、通してクリシュナのところが、後頭部からゆっくりゆっくりという感じで、そういうところが始まると思うんですけど。で首の上のところですね、自発動的にこうぐっと動くような感じがする方はもうとても手放しちゃって、はい、どんどん、ね、なんていうんですかね、調整し続けて歪みを矯正し続けて、そこのその歪んでる形よりもおかしいの常の理想的な形に戻しんのを続けてくださいと。人によっては頭の側面、上の方とかでこうぐっと歪みがこう立体化、立体的に出てくるかもしれませんが、気にせずに、はい、もう手放し続け、脱力し続け、手放し続け、ですね、彼のイメージ、クリスマイメージと彼のイメージが薄くなっていっても大丈夫です。ゆっくり離れていっても、ゆっくり薄くなると思います。で、はい、そこで、はい、とにかく、歩道筋の縦軸に位置づけの、まとまり続けの、横隔膜の周辺で温かい、ちょっと気持ち、熱い、冷たいが出ている方は、はい、縦軸にどんどんまとまりなさいと、処理を続けなさいと。インテグレーション続けなさいと。で、3と4の間で反応が出てる方は、はい、そこもどんどん縦にまとめなさいと。揃え続けなさいと。アライメント続けなさいと。右の歯の奥の奥側とかで反応出るかもしれません。もしくは唾液とか出てる、泡が出てる感じ。唾液でも口の中が泡っぽくなる感じが出てるかもしれない。
ですね、左手のその膵臓の前のところで反応と末の場であったんですが、でその反対側、背面側で反応が起きているから、そこでこう居心地が悪いとか、痛いとか、なんかこうずれてる感じがするっていう方は、前に置いてる手をその背面のところに動かしても構いません。多分動かせると思います。ちょっと肩的にちょっと苦しいかもしれませんが、腎臓の並びっていうのは多分、はい、そこのところに手のひら上向き、左手手のひら上向きカップを動かしてしばらくそのちょっと斜めでもいいかもしれないですよね。きれいに前のようにできないはずなんで、前前面のようにできないはずなんで。で右の手のひらですね、上に向けてあげて、右の手のひらのところがビリ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 とか、ビリビリする感じがする方々、非常にです。そのまま、ちょっと手首、右手首の筋とかで反応が起きるかもしれませんが、より右目、頭の中心でまたぐーっと、ドンツーみたいな感じが起きるかもしれません。筋肉性中に。はい、そこもどん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 エネルギーをクイクイ通してください。顎が下がらないようにゆっくりじわ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 ゆっくり超ゆっくり上に揃え続けた方がいいです。多分知らない間に顎は疲れてるんですが、ゆっくりゆっくりこうどうでその時に。首の後ろ側の上の方で反応が起きるやつ、そこでいつもぐーっとこう引いてる状態で固まってる方はそこでこうより反応が起きる。はい、そこ反応が起きるとどんどんエネルギー通してください。はい、そこもどんどん柔らかくしてください。そこの形をどん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 崩して崩しなさい。はい、人によっては乳頭の周辺ですね、胸のところとかでも反応が出るかもしれません。筋肉性痛に、はい、反応が起きているところをどん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 処理しなさい。エネルギーを進めてください。そこに残って硬さっていうか、塊をどんどん溶かしって流しって動かしってストレスゼロのところに戻し続けなさい。リセットし続けなさい。はい、頭の上、後頭部やや上の方で気持ちいい感じになっている方は、はい、そこをゆっくり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 広がり続けなさいと。調整し続けながら広がり続けなさいと。そのエリア、後頭部上部のストレス、はい、どん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 下げ続けなさいと。左手、離してもいいそうです。右手の方は、ちょっと力を抜いて、ちょっと位置を下げても構わない。一番楽な姿勢を探してくださいと。ちょっと前後左右に動かしてみて、こう、楽になるところ、エネルギーにグッと楽になるところを探して、その位置で、保ってください。人によっては手首の筋、縦の筋の前の方とかでさ、縦型にキューッとなんかエネルギーが気持ちになってるなというか、見えるかもしれませんが。起きてきたら開けてください。はい、そこもどん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 通してください。はい、左耳の中で反応が起きるかもしれません。ちょっとこうぐーっと耳の中が圧が変わってきて、もしくは水っぽくなる。なんかこう水の耳の中の耳やにがこう出るときに水っぽくなりますよね。ああいう感じが。顎、左奥歯とかで反応が出る方がいいかもしれない。はい、どん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 調節してください。
あ、ナース。あ、もう右手はいい、右手はいいんですか？右手は、もうちょっと、はい。はい。で、右手そのまま、ちょっときついかもしれませんけど、はい。で、鼻の、奥の縦型トランスミッタークリスタルを意識を持つし、はい、もう一度、はい、どん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 充電を続けなさいと。で、真ん中に戻り続けなさいと。あと8分ぐらい、多分。頭の中のトランスミッタークリスタル、はい、中心にどん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 動きなさいと、中心に動き続けなさいと、そこと位置を追い続けなさいと。人によってはクリスタルの見え方がよりこう立体的に透明なクリスタル的な平坦ではなくて、もしかして白っぽくなって、濁っていくかじゃなくこう、透明度のあるガラス、ガラス的に、アルミガラス的な方に見えるかもしれませんが、そう、こういうふうに見えたら、とにかく、頭の中心、トランスミッタークリスタルなのかに、どん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 エネルギーをどんどん調節なさいと、クリスタルクリアに戻し続けなさいと。そのパーセント的にダイヤモンドがキラキラ光る的な感じまでゆっくりゆっくり高めなさいと。こうパーセントがバーって光が入ってくるこう輝く的な、七色に輝く的なところに向けて頑張りなさいと。人によっては股関節、右側のところ、恥骨の右側周辺とかができるかもしれませんが、で、背骨はまっすぐに、はい、顎もやや上向きに、首もより脱力、手放すを続け、で、このトランスミッタークリスタルの下の方ですよね。鼻から、鼻の中心のところに、鼻のところに真ん中、クリスタルの真ん中がありますと。その下半分。だから、耳並びの下の、喉の真ん中ぐらいのエリアを意識して、はい、もう手を押して。意識して、はい、トランスミッタークリスタルの下半分の周囲、だから口の奥、喉の上のところですね、あとは喉の上部にこう漠然と意識して、はい、そこにじわ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 エネルギーが浸透し始めますと、そこのそのエリアの空間というか、状態もどん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 透明になります。この黒いものもどん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 透明になりますと。ああ、そのエリアにクリシュナブルーがどん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 入ってきますと、透明なこう光のクリシュナブルーのリキッドライトがそこにゆっくりゆっくり入ってきますと、ね。トランスミッタークリスタルの下の部分のところに、はい、クリシュナブルーのリキッドライトがその周辺にどん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 集まり始めますけど。特に首上部のところの歪みを、なんかどん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 矯正しなさいと、元に戻しなさい。人によって頭がぐーっと矯正される感じとか動き始めるかもしれませんが、もう任せちゃう、自発動的に。頭が動きたいように動かさせてる。人によっては頭をこう右にやったり左にやったりこう動かしたくなる感じが来るかもしれない。回したい感じがするけども、自分でコントロールせずに、はい、ボディが動きたいように任せちゃう。
エネルギー生態がさせたいことをさせてあげてください。頭の中心のトランスメッタークリスタルの中に、インディゴブルーよりももうちょっとブルーっぽい、サファイアブルーのちょっと薄いバージョンのような色が見え始めてる方は、それをが、トランスメッタークリスタルの中にゆっくりゆっくりゆっくりと、溶け込んできます。中丹田ブルー、上丹田ブルーですね。クリシュナブルーよりももっとブルーだから、クリシュナ的には多分もっとノドロ下の方が多いですね。で、はい、ハートのところで反応が出てる方は、はい、反応認識したら、はい、そこどんどん処理してください。で、このトランスミッタークリスタルのところのブルー系の色が、基本的にはブルー。マリンブルー、いや透明でちょっと明るい目のサファイアブルー的な色から、よどんでる状態がいろんなブルーの状態に変わるかもしれませんけど、はい、とにかく、はい、このトランスミッタークリスタルの中にアトランティアンブルーを入れなさいと。アトランティアンブルーっていうものがあるそうですね。アトランティアンブルーを入れろって言うと言ってるんで。ちょっとメタリックな感じ。アクアブルーってよりももうちょっと、アクアゴールドのブルーって水色っぽい。もうちょっとブルーっぽい。もうちょっと大きいって。で、そこでハートのところがぐーっとエネルギーが出てくる方は、はい。で、そういうの、はい。はい、クリスタルの中にどん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 インフィードを続けなさい。もうちょっと引っ張っちゃいますよね。もうすぐに続かないと。で、ハートのところでぐーっとまたエネルギーの状態が強くなってる方は、はい。どん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 シンクロして、はい。コネクションとか接続し続けなさい。頭の中心からハートの中心までのところをどん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 整え、スムーズにまっすぐに歪みがない状態にどんどん作り変える。頭の中心から鼻の下、下の方になんかこうぐっと動いていくような感じがしてる方は、そのまま手放しちゃって、はい、どんどん接続っていうか、頭の中心とハートの中心のコヒアレンスというか同調を進めなさいと。スムーズに続けなさいと。もうちょっとかかりますね、これね。ここまで来たんだから、頑張って、はい、リラックス、落ち着いたまま、はい、脱力し続け、落とし続け、はい、首の上部と頭蓋の接続のところをここで調整し続けなさい。で、そこでこう、とどまってる、そこで動きにくくなってるところが、はい、どん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 。通して、サラサラにして、形を崩し、繊維を、エネルギー的な繊維をまっすぐに戻し続けろ。リセットし続けなさいと。ハートのところでコンとかなんか動いたりするかもしれませんが、はい、もう、あんまりインパクトはないかも。初めての方、インパクトあるかもしれません。ポンポンとか動きたりするかもしれませんけど、はい。頭の中心とハートの中心のこのフィラメントプラスその
エネルギー繊維の縦の構造ですね。どん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 初期化してリセットし続けなさい。鼻の、耳の高さのところでずっと反応を送るかもしれません。気にせず手放し続け、緩め続け、開き続け。はい、どんどん調整しなさいと。頭がぐーっと矯正される感じが起きるかもしれません。気にせず。はい、縦にまとまり続けなさいと。で、もう一度頭の中の、トランスファークリスタルのところに意識を当て、はい、どん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 立体化しなさいです、ね、結晶っていうか透明に結晶化を続けなさいと、クリスタリゼーションを進めなさいと、ファセットに続けなさいと、ゆっくりゆっくり中からこう光り始めなさいと、で、そのど真ん中って言うんですかね。縦の軸と横の軸のど真ん中の交差する軸のところですよね。軸の中心のその全てが交差するところに何度で意識を当てて、そこ、それを頭の中心ばっこに難しいですよ。頭の中心のところにぐーっと引っ張り込む感じ。イメージ的には、頭の目の前に、ひし形の、縦ひし形のクリスタルが浮かんでますよと。ど真ん前。ど真ん前。その中心の軸のクロスのセクションになりますよと。だからぐーっとまっすぐまっすぐまっすぐ、この、指の方に向かって近づいてきますよと。で、鼻のところを通ってまっすぐに入って、まっすぐに入るよりそこでまだ入ってきて、背骨のだから頭のど真ん中にぐっと入ってきます。で、喉の上のところで反応が出てる方は、はい、そこもどん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 処理しなさい。入ってきてその、トランスファークリスタルを意識して把握しながら、はい、どんと、所定の位置にも、こう、入り、ちゃんと入りなさい。パーセプションもちょっと変わると思います。そこに意識を当てて、ぐっとリアルに、頭の中にアップしようとすると、こう、捉え方とか感じ方とか、見え方とか変わるはずですから、慣れるしかないですね、これね。で、ぐっと入って、縦のところに入って、落ち着き続けなさい。ハートのところとのシンクロがまだ続いてますが、どん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 続けなさいと。ここまで来てるんですよね。これは、はい。第2部は終わりだそうです。もうほぼ。で、このまま、まあ、バタバタせずに、余裕を残したまま、ぼーっとするなり、何もしないでいきなり、あんまりバタバタすることは進みません。で、ハートのところのその縦の温かいところに意識を当て続け、成長させ続け、頭の中心のそのトランスファークリスタルの統合っていうか、コンセンサス、同調を高めるのをしばらく意識して生活した方が、絶えずそれを意識していくのもいいのか。ということで、今日の第2部は終わりです。これ以上はありません。明日はまた別の多分同じトランスファーセットになると思います。ということで。それでは、メリークリスマス、良い誕生祭を迎えてください。ということで、それではまた。